はい、こんにちは、RKGQです。今日ね、こちらね、オスティアのですね、ハウトゥープレイのね、動画の方をご紹介したいというふうに思います。ザーゲームギャラリーのですね、ハウトゥープレイの方ですね、基本のね、セットアップと流れの方をご紹介しますが、細かい例外処理等についてですね、ご紹介できませんので、カードの効果とかですね、細かいアクションの方は、マニュアルの方をご覧ください。セットアップから基本の流れっていうところね、ご紹介していきたいというふうに思います。では、まずセットアップの方からご紹介します。The Game Gallery.はい、まずこちらね、共通のね、ボードの方からセットアップをご紹介していきたいというふうに思います。まずこれですね、コンポーネントのね、入れ、こちらにたくさん白い建物ありますけども、これが各港になっているわけなんですけども、こちらの方のですね、隣の方ですね、ここをですね、ここの方にプレイヤー人数分を置いていきます。今ね、4人想定しておきます。これは本当はこのなんか絵柄とマッチしてた方が、雰囲気はいいかもしれませんが、基本的に人数分のね、コマがあれば、プレイには支障ありません。はい、こんな形でね、すべて配置します。で、次にですね、ここの四角いところで、4つだけね、色が違うところがありますんで、ここは初期交易タイルを配置するという場所なので、こちら、交易タイルですね。ここが2種類あるので、この、こっち側の方ね、この色に近い方の4枚をよく混ぜて、ランダムで、それぞれの場所に1個ずつまず配置します。こことね、置く場所間違えないくださいね。特に、ここだけ1経路にね、2枚ある点に特に注意です。で、残った攻撃タイルたくさんあるやつは全て混ぜていただいて、他の空いてる空きマスのところにランダムで配置されます。これで結構余りますんで、毎ゲームごとに展開が変わるという仕掛けですね。こんな感じで余りますんで、これセットアップ完了ですね、ここはね。で、次にこの、丸いとこですね。これ発見タイルって置かれてるとこですけど、これ人数って違います。これ4人で使うとか3人で使うっていうのがあるので、プレイ人数によって置く場所はよく見ていただきたいわけですが、一番最初にこのなんか王冠的なマークがついてるところが4つありますので、この大量にある発見タイルの中から、ここだけは対応してる絵柄ですね。対応してる絵柄のトークンを4つね、一番こっち側のところに4つ配置いただき、残りのこの発見トークンを置くための丸い場所はランダムで置いてください。この時に先ほど言いましたね、こう4人時だけ使うとか3人時使うみたいな、若干人数によって置く置かないがありますので、ここのところは十分ご注意ください。今ね4人で想定してますんで全部置き切ってしまいます。で次にこの六角形のとこですね、ここ中継港っていうね途中の港がまああるわけですが、この六角形のタイルね、これをよく混ぜてそれぞれの場所にこれも表向きで配置します。これね全て使う点にご注意ください。そしてこちらですね、ここにね最後の終着地っていうのがあるので、こう終着項があるんですね。最後のね終着地っていうのがあるので、こちらのところに終着地タイルと言われるタイルがありますんで、これもランダムでよく混ぜて1箇所につき1枚ずつ置いていただくということで、基本的なこちらの方の共通のボードのセットアップがおしまいなんですね。一番最初のこの建物を人数分置き、そして次にこの初期交易でのタイルっていうやつをこの4枚置いて、残りのところはランダムで配置し、他はこの六角形を置き、この発見タイル、これだけね人数って下がりますんでね、発見タイルを置き、終着のねこの最後のところのタイルを4枚ランダムで置けば、こちらのセットアップはほぼ完了ということですね。で、ちょっとね、資源とかコンポーネント調整がこのゲームありまして、こちらですね、このゲームね、これがね、資源の表す汎用のキューブで、これが1、これが3っていうのがあるんですが、これアンフォラって言われてるですね、勝利点をですね、まあ稼ぐためのトークンなんですが、これだけですね、個数調整があります。人数かける7個です。4人でプレイする場合は28個。3人でプレイする場合には21個っていう調整がありますんで、ここだけ一定数取り除いてもらって、プレイに必要な人数分だけ出すようにしておいてください。残りはちょっと脇に置けておいてもらってね。それが枯渇してもね、ゲーム終了になるというトリガーになるやつなので、必ず規定の個数だけ一旦手が届くところに置いておいてください。で、その後にこちらカード類がもう少しだけありまして、この箱のですね、アートワークと同じ注文カードと呼ばれるやつをよく混ぜて、これは山札にしておいて、ここから4枚ほどオープンして、注文カードが常に見えるという状態のものを
作っておきますかね。山札にしてね、いつでもね、みんな注文を買いますよみたいな状態にしておくということと、あとはもう一つのところが全体栄養カードって言われるね、このバックガードの色ですけども、これいわゆる特定の条件を達成したら入手することができて12点入りますよみたいな目標カードが5枚ほど固定であるので、こちらの方も横のところにどこか置いておいて常に見えるようにしてください。今ね、画角の関係でほとんど見なくなっちゃってますけども、これ単純に並べるだけなので、このカードが5枚ほどあるので、どこかへ並べておいてくださいと。ここまで来ると、共通のセットアップが全て完了なんですね。注意点は、このアンフォラを人数かける7に必ず調整しなくちゃいけませんよということと、この注文カードはいわゆる人数分とかではなくて、常に4枚出てきますよということをご注意いただいて、ちょっとね、間違いやすいので、この共通部分のセットアップをいただければなと思います。じゃあ次行きましょう。次、個人ボードのセットアップですね。はい、こちら個人ボードの方ですね。個人ボードの方はですね、こちらがですね、まあオスティア工ボードっていうものと、こちらがですね、まあ建造造船トラックっていうものがあるんですけども、これとあとこれ、コマ類ね、一色選んでもらって一式もらいます。で、こちらのところはね、これ船のコマを置くとこがあるので、ちょっと注意が小さいやつと大きいやつがあるんですけども、枠の形がですね、これね、本当にこっちに、ちっちゃいの大きいって2種類あるので、小さい枠には小さいやつを、大きい枠には大きい枠というのを、並べ、こちら建物の方にも同様に建物コマを置き、これで1個余ります、後で使います。そしてここの各エリアのところにですね、自分の船を1隻ずつ配り、4隻余りますんで、1隻はねこっちのところのオスティアって港がね最初あったと思いますけど、あそこの方に最初の、ね、1隻目の船として取り出し、この3つはちょいと置いときます。で、ここのですね、最後に得点を決めるトークンちょっと変わったのあるんですけど、あれはですね、このボードの方のこのゼロのとこあるんですけど、ここのところに、ね、全員置いていただき、こっちのですね、この残った3席っていうやつは、ここのですね、初期配置カードと言われるものがあるので、これは各自ランダムで皆さんね、1枚取っていただいて、これ最初しか使わないんですけども、この六角形のどの場所にこの余った3席を置くんですかっていうのが書かれていますので、そこに追加のずつ1席ずつ置いていただくと、この配置通りのとこね置いていただくと、この船の配置終わり。カードはちなみにね、この時しか使いません。そして初期資源っていうのを受け取ります。この資源はここのボード上に置いていきます。ここだったら許可証を2つ、ここだったら木材を2つ、穀物を2つ、石材を2つ、お金を2つっていうことを持ってるという意味するこの素材ですね。このキューブはね、個数しかなくて、置いているところ、ここに置けばこれ許可証のことです。これアイコン書いてますんで、ね、木材、穀物、石材、お金っていうやつを合計10個、ニーシーローハート10個受け取ります。そして2位の方法でね、じゃんけんなのでスタートプレイヤーを決めていただいて、スタートプレイヤーの方がこのスタートプレイヤーマーカーを取ると、一番最後にスタートプレイヤーの右隣のプレイヤーです、つまり手番が一番遅い人から反時計回りにこの1個余った建物ですね、これに1個余ってますよね、これを使って一番最初にこの4箇所ありました初期交易口のどこかに、スタートプレイが一番最後ですよ、順にここに自分のキューブを置いていただくと、この時には他プレイヤーと重複できません。プレイ中はねできるんですけども、ゲーム開始だけこの4箇所の中継口のところにスタートプレイヤーの右隣の方からね、逆時計回り順で1個ずつ置いてくださいということをやります。で、建てたところのこの建物を1個受け取り、自分のところのボードのこの部分ですね、船のところのこの上にあるんですけども、ここに置いてた、これ何の効果もありません。一番最初の初期配置をしましたよっていうだけの意味がある場所ですけど、ここに配置することができたら初期セットアップが全て完了ということですね。実際はこのね4箇所のところに4人であれば1個ずつ置かれているはずだということになっています。さて、ここからですね、いよいよねプレイのアクションが始まっていきます。さあ、ここからですねプレイの流れをご紹介しましょう。プレイはですね、各プレイの手番になったらですね、最初のねこのスタートプレイヤーから始まって時計回りに進むわけですけども、プレイヤーの手番に来たらですね、3つフェーズがあります。非常にシンプルです。選択フェーズ、生産フェーズ、アクションフェーズっていうね、この3つをやると
お一人のプレイヤーの手番が終了で、隣のプレイヤーの手番になるっていうのをずーっと繰り返すね。途中の中間検査なんかありません。ずーっとこれを繰り返していって、ゲームの終了条件が満たされるまでこれを続けていき、終了条件が満たされれば、そのラウンドの手番が同じになるよ。つまりスタートプレイヤー隣までプレイいただいて、最終決算すると。こういうことになる。では具体的な選択フェーズ、生産フェーズ、アクションフェーズの中身をご紹介しましょう。まず選択フェーズです。こちらですね、こちら個人ボードなんですけども、ここの6箇所 1,2,3,4,5,6 6個ありますけども、このうち1箇所を選ぶと、これだけなんですね。はい、ここを選んだ選択フェーズ、これも終わりなんですね。1箇所選びましたっていうのがまさしく選択フェーズだと言っています。で、次の生産フェーズっていうのは何ですかっていうと、選択フェーズにあって置いてあった船の数、これと2隻分その場所に生産がされるというのが生産フェーズ。もう全然自動ですよね。取ったらそこのだけコマが出るというのが生産フェーズと言ってます。ここでご注意いただきたいのは、ここだけ特別で、ここはもちろん選べますが何にも生産しません。必ず生産がないというですね、ちょっとそこだ残念なゾーンになっています。他のところは必ず取った数分のものがこっちから出てくるですね。バンクが出てくるですね。これだと3個、これだと1個っていうのが出てきます。これが生産フェーズです。これ非常にここまでもうほぼね自動ですね。どっか選んだらそこに湧いてきてっていうですね。で、最後にアクションフェーズはこれを時計回りに置くんですね。こう置いてこう置くっていう、今置きましたよね。1個ずつ置いていくんですけども、そうすると最後に置いたマスのアクションを実行できますよということですね。ここね、今だったら。で、このアクションを実行したら手番が終了し、次のプレイヤーの手番になると。ほぼほぼここだけをやるゲームだということなんですね。もう一回行きましょう。手番になるとどこかを一箇所選択するというのが選択フェーズです。そうすると生産フェーズなので、3個ここ今ならあるので、3個木材がここに湧いてき、1個ずつ配置して一番最後の、例えば今回だったらこちら、ここは交易のアクションができますよと、こういう仕掛けなんですね。その交易アクション終わると隣のプレイヤーの手番になると、こういうことですね。じゃあ実際ね、アクションの説明しましょう。実はアクションはここを除けば全ての箇所は自分のアクションの場所にある資源を使うことになってます。必ずここのアクションはこの許可書の資源を使うし、このアクションは木材を使うし、ここは穀物だし、ここは石材だし、ここはお金を使うっていうね、必ず自分と対になるようなアクションをする仕掛けになってます。じゃあまずここで終わった時の話しましょう。これは船を移動させるというアクションです。移動できるのはこの許可書をいくつ使うかによります。ここにゲージがあります。ここはまた、ここはボードの方ご覧ください。0だったら1個、2つだったら2マス、4つだったら3マスとかなってます。じゃあここね、4つ使えば3マスいけるというわけですね。そしてこちらの方ですね、ここから任意の場所に 1,2,3,4 とかいけると、こういうわけですね。で、この時に注意点が2つあります。まず1つ、後でこれ船増やせるゲームですが、これは分割しても構いません。 1,2,3,4 ってね、分割してバラバラに払っても構いません。ただし同じルートには決して入れません。このゴールに向かって同じ船は2つ行けないんですね、自分の船は。だからこのルートにスタートしたらゴールがここ1個しかないので、1隻目が入ったら2隻目自分のは入れません。他人は全く関与しません。自分だけです。同じ関与しませんって、ここ注意です。だから一番上のルートだけはここで分かれるので、こういうのは可能ですね、言ってるので。だけどこの子はここからこっちに消していけません。ゴールが違うのでこっちに行かないといけないと、こういうゴールに向かってそれぞれ1隻しか行けませんよというゴールデンルールがあります。これ一つ。あと途中経過のところに関しては、この丸のやつは発見なので通過をすればもらえます。必ずお金がついてます。で、アイコンがライオン、ユニコーン、あるいは両方ついているものがもらえます。これ通過すれば、だからここからビュッていけば、これもらって、これもらってとかもらってください。お金は必ず2金ついてますんで、バンクから受け取って、例えば4金受け取れば、4金を置くと、このようになります。で、ここは、中継口は止まったらもらえます。石材2個、木材2個。
通り過ぎたのではもらえません。ここね、止まれば必ずもらえるということですね。こうした途中の交易所のところは止まろうが通り過ぎようが関係が全くありません。そして一番最後の終着地のところはそれぞれ一人目に来たプレイヤーは上側、それ以外は下側に置けというようになってますんで、お一人目は上、それ以外の人は下側へ入ってください。これは最終のね、勝利点等がちょっと多いということになっています。これが船の移動ですね、ここですね。次行きましょう。こちら、ここで終わった場合、船の建造ですね、建造です。建造のコストはここに書いてます。2とか3とか4とかずっと書いているので、いっぺんに払えばいっぺんに作ってもらって構いません。で、このちびっこい船は例えばまず2を払えばここへ出てきます。ここね、ここ、こっちじゃないですよ、こっちへ出てくるので、次ここぐるぐるロンデル回すときに今たくさんね生産できたりするっていうことがあります。で、例えばもう3つ払えるんで同時にこれもやっちゃえっていうと、次これは置き換えます。置き換えるね、置き換えて小さいやつは残されます。これ何になるかというと、次から生産するときに1個で2個分生産する倍のね生産力を持っているという仕掛けになります。で、じゃあこの押し出された船はどこに行くかっていうと、オスティア港に来るわけですね。新しい船が出てきたと、こういう仕掛けです。この大きい船を出すことによって入れ替えて新しい船を出せるという仕掛けです。1点だけ注意があります。この時ここなんか点線ありますけど、ここ近海なんですね。ここからもこう沿海なんですけど、遠い海なんですけども、近海に自分が船がいるときは出せません。まだいるじゃん、近くにっていう。まだ早いってこう言われてしまうので、この大きい船を作りたいときは、自分の建造済みの船が必ず遠洋へ全部出ていない、この出ている、近海に一隻もいないっていう状況になったときだけ作ることができます。そしたらこちらの方へ出てきて、新しいオスティア港からスタートできると、こうなってます。だからここね、最初にいっぱい貯めてね、ゴールでできないんですね。それぞれ遠洋の方に出てる時でないと、こう立てない。だから下から順番しか作れませんので、さっさと動かさないといつまでもね、こう上のやつが作れないと。ここまでは出せますけど、次のやつはこれ動いてないと作れないわけですね。ここが非常に注意です。はい、次ですね、こちら。こちらいわゆる注文というやつですけども、注文はですね、こちらのカードですね、最初に4枚ほど出したと思いますけど、これ実は全部ここの穀物ですね、穀物を4、5、6個払うことによって達成できます。これを払うと、6個払うと、アンホラーもらえるんですね。これアンホラー。アンホラーってね、最初の向こうのゲージで、こっちにあったと思いますけども、アンホラー1個で5点とか6点とか最後勝利点になりますけども、このアンホラーをもらえるというのが、この、注文に応えるんですね。穀物を渡すとアンフォラがもらえる。そしてこの真ん中もついでもらえるんですね。びっくり、これ3金もらえるので、3金もついてくると。こういうことでした。この時も穀物が大量に払えるんであれば、いっぺんに払ってもらっても構いません。ただし、カードの補充は手番の最後にまとめて行われますということになってます。これが注文ですね。で、留意点だけ1個あります。これ、こういうのがあります。たまに。はい、こちら。穀物以外に下にちょっと書いてるやつがあります。これは追加でこれを払っても良いです。払えばアンフォラを合計もう1個なんで2個もらえますっていう、追加でいっぺんに払うことによって2アンフォラもらえるっていう注文カードが時々出てきてます。これで達成した注文カードはお手元の方に置いといてください。一番最後のこのね、お兄さんとお姉さんっていうやつでセットコレクションで追加のボーナスがあります。こちら注文ですね。で、次こちらですね、建物ですね、建築ですね。こちらの方ですね、ここですね、ここのところに2、3、4、5書いてますんで、これもね、たくさんあれば、いっぺんに支払って手番で下からたくさん建てることができます。これ建てれるのはこちらですね。こちらのところの中継口とかね、置かれている、この上の丸いところですね。ここに置くことができるということですね。置くと最終的な勝利点のボーナスがもらえたり、瞬間的な効果があったりっていうのありますが、こちらについてはマニュアルをご覧ください。で、この時の制限がですね、2つあります。1つ、自分のがあるところには置けません。まあ、そりゃそうですよね。もう一つ、一番最初の初期だけはですね、適当に置けましたよね。置けましたが、二つ目以降置くときは、自分の船が同じとこにいる、またはすでに通過したところでしか置けません。出たね。なんで、見たことない港にはね、置けないんですよ。なぜか最初だけ置けてますけど、なので見たこともないところには置けないので、少なくとも行ってるとこでないと、
建てられません。まあそうでしょうねというところですよね。ちなみに建物も建てた数かける調理点が最後に入るのでどんどん建てた方が良いです。ただし今申し上げましたようにいかに石材が大量にあっても船が進んでいないと建てられないわけですね。なんでこのゲームは造船も建築も船が一定以上奥に行っていないと建てられない制限があるという点にご留意ください。そしてここでもう一個利益があります。建てた、例えばどっかここのところに建てましたっていうとそこのこの建物コマをもらえます。ゲームね、最初にも一個もらいましたよね。これはこちらのところに置く場所がそれぞれいくつかここっていうのがありますのでそこへ配置すると基本的には全てプラスの能力が追加されるということになっています。これについてはマニュアルをご覧いただきたいわけですが、ざっと言いますと、これは1手番で建築できる建造コストが1下がる。何席建てても1だけ下がる。こちらは注文の時に払う穀物コストが1下がる。こちらのところについては建築するコストが1下がる。つまり1手番で1個だけ下がりますよっていうのがこのコストのダウンですね。で、こちらについては実はこれフリーアクションで自分の手番中ならいつでも3金で何がしら 1,2,3,4 つといつでも交換できるんですけども、これが2個で交換できるっていう交換レートが良くなるっていうフリーアクションが得られます。でここについてはボード上の一番向こうの端にあったこの謎のゲージのところが1ゲージ上がる。これだけ一瞬だけです。でここにあるのはここで生産した時に常に1個多く出るっていうのがあります。まあね、これ詳しいとかね、マニュアルをご覧いただきたいわけですが、建築するとそこのを取って自分のとこにメリットがあると。こういう仕掛けが待っています。さあ、あと2つです。ここです。ここで終わってね、ここからね、ピッピッてきてね、終わった場合、交易というのができます。交易にできることは大きく2つあります。1つは、ゲームの開始時に公開してましたこの5枚のカードですね。これは全て4金になっているのでこれを買うことができます。例えばアンフォラを4つ持っている、建物を4つ建築した、ゲーム向こうの橋のゲージを5つ以上上げた、自分の船が2隻以上遠洋に出た、船を4つ作ったっていうもので達成しているものがあれば4金4金4金でいくつでも買えます。12点になります。達成しないとダメですよ。こういうことができるのと、かつこちらのところで自分のコマがあり、かつ交易のアイコンがある場所の能力を全て使うことができます。基本的にはお金を払って石材、お金を払って穀物、お金を払って木材、お金を払って許可証っていう、まあ、トレードをやるだけですね。基本的には1対1交換あるいは2対3交換って非常に有利な交換ができるのでそれをやってくださいっていうことができるのがここの交易ですね。で最後にここです。ここはね、生産がない特別な場所だと言いましてね、これ取った時に生産がないんですね。行ったところのアクションするだけなんですが、ここで止まった時だけちょっと特殊なアクションをします。まあ、例えばここから行くとピッピって、まあ、こういくわけなんですが、まず言ったらここに4つの数が書いてあって、これはここの交易以外、船の移動、建造、注文、建築っていう4つのうちどれをやってもいいっていうのができるんですね。やった場所のもちろん資源使います。4つのうちどれをやってもいいっていうアクションが1回発動します。非常に便利ですよこれね。だから交易以外どこでもいいですよっていうのがあります。でこれをやって終わった後、さらに追加でもう一回これ取って、これもう一回ばらまくんですね。こうやって同じように。そしたら今ここで終わりましたよね。もう一回ここができます。つまりここは生産、ここから始めたら生産がない代わりに、ここで終わることができたら、まず4つのうち好きなアクションを1回打った後、このコマを再びばらまき、そこのアクションをできるっていうダブルアクションゾーンになってるっていう、監督という場所が設定されております。これらを続けていってゲームの終了条件が満たされるまでゲームをずっと続けていくということになります。さあ、ゲームの終了条件の方をお伝えしましょう。ゲーム終了条件ですね、こちらちょっと見にくいと思いますけども、一番最初のゲージですね、こうギューッと上がってくるっていうね、こういう場所に入ったりとか、
建物をこういう場所に置いたりなんていうとこしたらね、ゲージが上がっていったりするわけですが、誰かがこの12ゲージまで上げた、なかなか難しいですけどね、12ゲージまで上げた、または誰かの船が3隻この目的の一番最後のゴールをね、1番目だろうが2番目だろうがいいわけですけど、誰かが3隻この終着の方まで行った、または誰かが全部船を建造した、または建物を全部建てた、または例のプレイ人数によって調整されるこのアンフォラが全部枯渇したっていう風な、この5つもう一回言いましょう。ゲージが12まで上がった、誰かが3隻ゴールまで行った、誰かが船を全部建てた、誰かが全部建物建てた、ここのアンフォラが枯渇したっていう手番の誰かが行われた時のラウンドの最後、つまりこのスタートプレイヤーの右隣までプレイするとゲーム終了と、こういう風になります。で、最初得点の話で、最初得点ですね、まずね、この、こっちから行きましょう。こっちのね、ゲージがね、必ず上がってると思いますが、このゲージの場所を見ると、建物1軒あたり何点、作った船1個あたり何点、もらったアンフォラあたり何点っていうのが点数が出てます。これを自分のまずこのボードを見てもらって、この船アイコンが何個見えてるか、建物アイコンが何個見えてるかっていうのの、こちらの掛け算の点数をもらい、アンフォラを途中で、受け取っていればこのアンフォラ分の点数を受け取ります。これが一番ベーシックな点数ですね。で、この時にこちらの方ね、これまたマニュアルご覧いただきたいわけですが、三日月になってるやつは得点計算時に発動する効果なので、建物をもう2軒持ってる計算していいですよみたいな追加得点があるやつがいくつかありますので、まあ、そちらの方も考慮して、例えばこれだね、アンフォラはもう2個持ってますよとかあるので、これを考慮して得点を取ってくださいということですね。で、次にセットコレクションが実はこのゲームあります。こちらの方のライオンユニコーンっていうこのセットと、ライコン1ユニコーン1、こちらの方の注文書カードにあるこの紳士1宿女1っていう、つまりカードから得られる2つとこのボード上から得られる2つっていうのが1セット、紳士1宿女1ユニコーン1獅子1っていうのがセットになると、これが1セットで12点もらえます。これ何セットでも持ってればこの分もらってください。1個でね、ライオンと獅子と両方あるやつがあったり、こちらの注文カードでも1つで両方あったりするやつがあって、とても便利なカードもあります。これがもらえると、さらに終着地で置いていれば、ここのところに置いていれば、例えば自分の建物をかけるもう2点もらえるとか、自分の船かける3点もらえるっていうのがあるので、こうしたボーナスももらってください。そして途中もらってるこの12点ね、途中買ってるやつね、あればこの12点ももらって、合計得点が最も多いプレイ価値となりました。もう一回言いましょう。これが上がってるゲージのところに対して、そこのところにある建物、船、アンフォラっていうのは自分のね、実績に応じて、作った量に応じて、もらった量に応じて、まず得点をもらってください。その次に、こちらの方の、紳士、淑女、ユニコーン、獅子っていう1セット12点っていうやつを全部もらいます。そいつが終わると、こちらの方の最終のね、ゴールのところで得点がついてる場所が3箇所ありますんで、こちらの方からさらにアンフォラにつき何点とか、自分の船がないとダメですよ。建物つき何点、船何点っていうのをもらってください。そしてさらに、こちらの方ね、これ途中買ってないとダメですけど、買ってるのがあれば1個12点なので、これを合計してください。こちらの方のボードの方からね、この自分の建物が建っていれば追加の勝利点がもらえるところもね、あったりします。この三日月のところは、これはゲーム終了時にここからも追加点が得られるものが出てる場合がありますし、出てない場合もあるので、こちらについてはマニュアルの方でこのタイルのところの効果をご覧ください。一応こちらの方にも得点がついているものが出てる場合があります。これらを5つを合計して最も得点が高いプレイヤーが勝利ということでございました。ちなみに今お話しましたアイコンの説明はマニュアルのところにかなり詳しく書いていただけていますので、こちらの方をご参照いただければ迷うことはほとんどないのかなというふうに思いますが、一応こちらの方のね、特殊効果等を含めた細かい例外処理なんていうところは必ずご覧ください。個人的に非常によくやっぱり間違いやすいなと思いましたのは、この船が遠洋に出ていないと次の船を、大きい船をね、作ることができない。なぜならば大きい船を出したら小さいの出てきちゃうからっていうね、この遠洋に出ていないとダメだよっていう制限があることが一つ。そしてこの途中のやつは、これは通り過ぎたんではもらえないんですね。止まらないともらえない。ただしこの発見は通り過ぎてればもらえるっていう制限があるので、
この違いがちょっとね微妙に間違いやすいのでご留意いただきたいなと思います。もう2つほどあります。同じコースに2隻目はいけないっていうのも最初に間違いやすいです。ゴールに向かって同じところにはいけないんですね。なのでもう1隻目がここに出ちゃったら2隻目はもうこっちに入れないというのはご注意ください。あと最後、こちらのボーナス効果で一番よく間違いやすいのはやはりここのこの3個になっていて、建造コストが1安い、注文コストが1安い、建築コストが1安いですが、これは手番の合計値から下げられるので、例えば今回の手番で8石材使ったんであれば1減って7になる。なので1個あたりが安くなるわけではないと。これも1個あたり安くなるわけではなくて1手番の合計から1ずつ安くなるんだということはご注意いただければなというふうに思います。この辺が分かっていただけると非常にスムーズにお手やプレイできるのではないでしょうか。The Game Gallery。 はい、というわけで先生、オスティアナですね、ハートプレイ動画の方をご紹介いたしました。やっぱりですね、基本非常に分かりやすい、漫画のところね、6つのアクションさえ覚えてしまえばですね、船の移動とかですね、建造とかですね、注文、建築、交易、そしてね、監督のスペシャルアクションですね、ダブルアクションできるってさえ覚えてしまえばすごいプレイはしやすいのですが、船はね、親のとこ2隻入れないとかね、新しい建造するときには遠洋にいないといけないとか、通り過ぎたらとか止まったらみたいなね、ちょっと細かいとこありますんで、そのあたりのところですね、動画の方と合わせてですね、マニュアルの方もねご確認いただければなというふうに思います。特にね、特殊公開なんかはねあまり喋っていませんので、マニュアルの方はね必ずチェックいただけるようにお願いいたします。というわけで今回オスティアのですね、ハウトゥープレイ動画をご紹介いたしました。ザグメチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。